はい、こんにちは。今回も、アバタールチューナー2ですね。を、やっていきます。で、アバタールチューナー、今、どこぐらいまで進んでいるのかさっぱりわかんないですけども。まあ、やっていきましょう。はい。こっちかな？はい。コントローラーがね、いいって口々に言ってましたよね。今ね、配信は続けてやってんですよ。で、ついついこう、録画してないところの話と、つなげて話してしまいましたけども、PS5 のこう先行、配信をされている方のね、先行体験を配信されている方の動画をいくつか見てね、いいなぁと思って見てたんですけど、コントローラーがね、いいっていうことは、皆さんおっしゃってたんでね。コントローラー触ってみたいですよね。ただ、少し気になるのが、Xbox はコントローラーに関しては、それほど、更新はしてないと思いますけども、十字ボタンがね、ちょっと変わったような感じがありましたけど、それ以外は特にマイナーチェンジみたいな感じでね、あれでしたが、PS5 に関しては、コントローラーがね、刷新されて、いろいろ、おお、なんか触覚がね、新たにこう加わるっていう、こうティターンですね。はい。感じでしたが、ティターンは字を聞かないかな、聞いた。テラが聞かないんだ。食べてもいいんだった。丸かじり。軽からの。カウンターが来ましたね。食らいつき。コントローラーの話でしたね。カウンターって倒しちゃった。はい。みんなマスターした。ちょっとやばい感じになっちゃいました。はい。少々お待ちください。ちょっとね、今ね、システムが落ちちゃいました。PS5 のね、コントローラーがいいってね、言ってたんで、となるとですよ、かなり独自の技術で特許も取ってて、新しい、触覚コントローラーっていうことでやっていくとなると、ちょっとサードパーティーの、互換コントローラーってありますよね。いろんなメーカーから出してますけど、この辺のね、ところの、メーカーのが、まあ、使えないんですよね。
なんかスカーフとかあるじゃないですか。ああいうのがね、使えないんで、その辺がどうなるのかなっていうのは思いましたけどね。だから、要はそういう互換コントローラーで、こう、なんか、使いやすいやつで、こう、FPS とかのね、をやっていた人が、その触覚等は無視して、互換コントローラーでやるっていうのか、それともゲーム体験として、触覚も全て含めて、やりたいのかっていう、この辺のね、あ、見切られちゃった。普通のアクションゲーム、まあ多分最初の段階ではその触覚はそれほどこう対応してるゲームはないと思うんですけど、少なくとも今発表されてる、ローンチタイトルとかは、対応されると思うんですね。あ、ジャックフロストだ。いい方。オイラは今退屈なんだ方。暇つぶしにクイズ出す方。君らの都合なんて関係ない方。ジャックフロストってね、可愛いようでね、意外とこう、傍若無人っていうかね。固いこと言わずに付き合い方。正解することに何かあげる方。クイズする方。はいはい。じゃあ始める方。A 賞3つ、ディスポイズン2つ、ランチャービーズ1つ買いました。5。え？知らねえよ、そんなん。えー？急にそんなこと言われても。これ、攻略サイトとかに載ってないかな。ジャックフロストのクイズ。まあ、いろいろ調べれば、あった。ありましたね。なんだこれ。どうやって、こんなにいっぱいクイズがあるのか。ステーション3つ。ちょっと待ってよ。あった。ステーション3つ、ディスポイズン2つ、ランチャービーズ1つ買いました。これは正解は1200だそうです。やった。なかなかやる方。やったってね。攻略を見てるんですけども。この中でセラじゃないのはどれほ？ 19 号、エンジェルでしょうね。19号っていうのはどうなのかわかんないんですけども、エンジェルでしょうね。はい。ちょっと待ってくださいよ。確認しますね。そうですね。これはエンジェルでいいですね。はい、19号なのか。リスエイクやる方。ロワルドが変身する悪魔は、インドラかな。そうでしょうね、きっとね。インドラですね。はい。おお、チャクラチップ。一番安いマントラは、シュラ。シュラですね。はい。マッスルドリンク。スキル、ブフの消費 MP は3、4かな ?3 かな。スキル、3でした。はい。間違えるとこでした。ディスカース。ミック・ザ・ニックのアートマの名前は？ミック・ザ・ニック、あれだ。ヒントボールではないでしょうね。
空見たことか。ソーラーエクリプス。多分これでしょうね。ソーラーエクリプス。これですね。はい。パナシーア。ゲイルのアートマの、台風かな。ゲイルのアートマって、そんな名前あったっけ？ツイスターでした。ゲイルのアートマの名前？そんなあったっけな。よくわかんない。お、アルジラが人間の姿で戦闘を、あ、これね。わ かんないんですよ、何言ってるか。逃げないからでしょうね。はい。チャクラチップ。運のパラメータを上げると変化することの中で正しいものはどれか。バッドステータスの負荷率が下がる。敵の先制する確率は下がる。エンカウント率は下がる。これはエンカウント、ん？バッドステータスじゃないかな。センス、あ、下がる。先制する確率が下がる。これでしたね。はい。チャクラチップ。羅刹状態の戦闘で 正しくないのは、クリティカル率の上昇、取得 AP の上昇。正しくないのはどれ？経験値、戦闘、取得経験値じゃないのかな？クリティカル率かな？取得経験値でしょうね、きっとね。取得 AP の上昇でした。これは間違ってた。間違ったら、ベータラのセリフ、聞け、我が。肉体かな。ベータラ。そんなこと言ったっけ？ベータラって誰だ？普通の敵じゃないのかな？筋肉だった。ディスカース。HP を一番多く回復することができるのは、HP ノイズですね。全開ですよね。これは、回答はどこに載ってるのか。ヒットポイントか。こうか。HP ノイズですね。はい。ルビーやる方。地下街のマットマーケットの看板で、マットとマーケットの間に書かれているイラストは何だ方？ドル袋じゃないかな。あれ？あ、弾丸だった。全然わかんない。ディスパライズ。正解し続けてていいのかな？物理攻撃を反射したときにキャラの前に貼るバリアは、青色？赤だった。そんなのあったかな？エーション。ジナーナのアートマはオーロウーラ、オーロラ、アウローラ。わかんねえ、これ。ジナーナのアートマの名前とか見れんのかな？アウローラ。悲しいや。天使の名前は、うわぁ、これはわかんねえな。マットマーケットの天使の名前は、あ？
マットマーケットの店主の名前はキャシー。次の悪魔の名で、正しいのはどれ？パピルザ、ザグ。パピルザグだと思う。パピルザクだと思ってたけど、ザグだったっていうのだったと思うんですけど、これは難しいな。パピルサグですね。サグ。ここは間違いやすいところですね。カルマ教会に囚われていたフレットの仲間の名前は、ティミーだったかな。確かそうですね。ティミーですね。はい。マグナスボム。はい、海底ケーブルでカルマリングを入手したとき、戦った敵悪魔は何だった方？ウッカブ、ラミア、グール。グールかな？グールですね。はい。なんとなくで覚えてますけどね、これね。正しい地変魔法はどれ？テラ、チラ、チテ。MP ノイズ。おく、こんなに連続で正解したら、オイラが楽しくない方。残りは80問だ方。じゃあ、待った方。わあ。あと80問もあるの？何でしたっけ？はい。ここまで来たんですね。はい。ちょっと待ってくださいね。さっきちょっと落ちちゃったので、その対策をしておきます。せっかくね、クイズも。いろいろ正解したところですし。丸かじり？丸かじり1回ではやれないでしょうね。はい。シールはマスターしてると思うんで、次に回しましょう。食らいつき。はい。これいいでしょう。マッスルボンバー、丸かじり。はい、これできました。増援が来ました。じゃあこれは一回攻撃しておいて、でシールを変わっちゃいましょうか。で呼び出しで、ワールド。岩攻め。ああ、ウィークポイントだった。次に回して、食らいつきでどうだ？あ、まだだった。もう一回食らいつき。はい。で、一回攻撃して、ドドンドドンドドン。主人公、あれ、マスターしたのはどうだったっけな。わかんないけど、これでいいでしょう。これで、アルジラ以外は、あ、やっぱまた落ちちゃった。ちょっと待ってくださいね。この時にあれかな？あんまり食らいつき系の、戦闘しない方がいいのかな？ち
ちょっと素直に、普通に、戦闘しておきます。一人だけ上がるようにしとこうかな。春。もう一回狩る。で、食らいつきアルジラ。あとはオートにしとこうかな。はい、大丈夫でしたね。一人だけ上がるんだったら大丈夫と。マックスクリティカ。こいつらドアすり替えてたのかよ。なるほどね。ドアの見た目に騙されてはいけないってことですね。はい。物理スキルなんか覚えてたんだっけ。特に暴飲暴食を敵全体に中ダメージ半と大ダメージ半と、AP ハイブースターこれ入れときますかね。デスシャワーとかいらないんで、ハイブースターとブースターはなんか重ね掛けできるらしいんで、ハイテイスター、しびれ玉、フリッパー、フルカルマゲッタ、どれにしようかな。ギアを外しておきますかね。白の植栽。単体マックスノイズの時高確率で即死ハント。特にシャクラウォーカーいらないですね。黙殺、地祭り、ロワールドもフルカルマゲッタ、入れてんですね。MP テイスターもいらないでしょう。はい。こんな感じですね。で、レベルがアルシラ32。はい。こんなまんまでいいでしょう。話しかける。無線の声。アルファ1よりエコー5。エコー5。さっきなんかこそこそ話してたの、この作戦のことだったのかな、どうなのかな、よくわかりませんが。センターの弱点がいまいちわかんない。ジオかな。ジオではない。あ、そっか。まあいいや。アルジラはあれでしたね。マスターしたんでしたね。バイオレンス。バイオレンスっていうので、こう攻撃回数が上がるのがなんともいいネーミングですね。はい。これで、はい。あ、そっかそっか。スタッフがマスターすると他のもマスターするぐらい入るから、みんな上がってたんだ。あ、これいいですね。ちょっと、不安定ですけどね。
全員が一気に上がっちゃうとこうバグっちゃうんですね。シエロの能力上がったと。そしたらなんか覚えてますね。物理スキル。特にですね。フライカウンター。特にいいかな。シエロは変わらずのはずですね。アルジラも変わらず。パワーウェーブ。これもいらないですね。マハジオを入れときますか。これぐらいでいいでしょうかね。はい。そっちから来たのかな？ちょっとこの見回しの動きの速度がちょっと遅いですね。今のゲーム、現代のゲームに比べて、現代って、これも現代でしょうけど、ちょっと遅いんですよね。なんだこれ。あ、道具屋さんだ。看板、弾丸ですね。ジョニーだ、名前。ジョニーね。まあ忘れるでしょうね。まあ別にでも特に何も買わなくてもいいんですけどね。ちょっとお待ちください。はい、お待たせしました。今ね、ふと考えたんですけども、このね、リアルタイムで配信している状態では今2020年の、10月なので、まだね、PS5 は手に入れてませんけども、このね、PS5 を手に入れる入れないみたいな、ことすらね、例えば、まあ、このアーカイブはね、どれぐらい残るか分かりませんけれども、数年後、意味をなさないね、トークになってるかもしれないんでね。あれ、なんか、売ったらいいやつは、なんだっけ、植物でしたよね。ここには出てこないのかな。ないですね。話をする。女は店、男は流れ行く品物だ。へえ、何？そんな、そんないい、
言い方ある？そうなんだ。カルマリング購入。そんなにね、弾丸。あ、こんなのあったっけ？呪い。ダマスクスショ、シェル。ダマスクスシェル。ショックとかね、電撃系、麻酔。この辺はね、結構使えるんですね。神経弾とかね。当たって結構な確率で痺れたりするんで、こう、普通に、なんていうんですかね。普通の戦闘をしているときは、ワイルドカードってなんだ？フィジカルミラー。はい。ワイルドカード。さっきまで何の、あ、これだ。あ、万能なんだ。特にないですね。何の話してたんだっけな。ああ、後からこの、動画を見たらね、とっくに、まあ、PS4 を入手してるとかね、まあ、PS5 ですね。そんなことあったな、みたいな感じでね、振り返ると思うんですよね。まあ、多分何年か後には、PS5 はね、まあ、あるいはその 数年後には Xbox、あるいはそれ以外のハードが、セガが出すとかね。あるいは、Google がそのハードなしの、コンソールっていうかね、ゲームは主流になってて、こう、まだ PS5 とか言ってんのかっていうね。そういう状況になるかもしれませんが。PC 上では、PC ゲームの、ちょっと待ってよ。なんか封印を解いたようなこと言ったような気がする。あ、この下だったのかな。わかんない。これはまだわかんないですよね。これをつけときましょう。PC ゲーム上では、配信がね、そのメインになってますんで、もうね、そのパッケージ版を購入するってことはもうないんですよね。PC 版ほぼないですよね。まあ、売ってないことはないんでしょうけど。配信が主ですからね。主って言わない、主ですからね。ち、これを取っとこうかな。まあ、PC のパッケージ版もあることはありますけどね。ひょっとしたらそのストリーミング、例えば、Google、何でしたっけ？ Google の新しいサービスとか、まあ、どこのサービスにしろ、ビッグタイトルが、配信サービス先行みたいなことになれば、あるいは、
今わかんないですよね。そのどのゲームがこの、なんていうんですかね、その話題になるかとかね、その、ちょっと前にも PS4 の、何でしたっけ、フォールガイズでしたっけ、なんかわかんないですけど、うわーって、わちゃわちゃって人っていうかなんかキャラクターがいっぱいいて、それで、みんなでこう、まあ、落っこちる、落っこちないみたいな ゲームですよね。あれとかが、流行りましたよね。だからそういうふうにこう、ピックアップされて、しかもそのループが、ループっていうか、時期が短い、スパンが短いですからね。ここに書いてあった、バルナ、リアウス、プリティビー、バーユ、インドラ。まあいいや。まあそんな感じで、なんか、配信でしかないようなゲーム、あ、セリフがありそう。へえ、案外いい男じゃないか。お、新キャラが出てきた。そっちの彼女もうまそうじゃない。データとは思えないね。モデルがいたって話だけど。見くびるな。手引きがあったとはいえ、ここまで来た連中だ。何？あんたたち。かわいいね。敵だよ、敵。トップバラ。なんだそれ。妖怪も厄介も扱いして嫌い。正解。缶詰に飽き飽きしてたんでね。ガブリと俺様、お前、丸かじり。貴様らは捕らえろとの命令だ。あいつに手を貸してもよかったが、俺たちにもメンツがある。あいつ？アスラがどんだけ上等か知らないけど、あたしらを差し置くなんて我慢ならないんだよ。抜けれるものなら抜いてごらん。
かないんだ。ひとまず引け。やるじゃない。覚えてやがれよクソ虫ども。必ずぶっ殺してやる。クソ虫か。なんなんだあいつら。また変なのが出てきたな。